タイムスーパーフォー K-19 ワンマッチを行います。青コーナー125cm 62.2kg 日本アスリート同士アスリート太陽、絶好のチャンス、これを生かすかそれとも殺すか、九州の釜石たち朝日さ太陽。赤コーナー120cm 62.4kg 日本クライスター1 K-1 ワールドカップライト級王者、林健太。ベルトを巻いて1周年、さあ次の1年はどんな形となるのか、そのスタートの試合です。ケーズフェスタ3第15試合 K-1 ライト級のスーパーファイト、このライト級のチャンピオン林健太対朝日さ太陽、ノンタイトルのスーパーファイトワンマッチです。3分3ラウンド、延長1ラウンドで行われます。放送席は関根勤さん、長嶋一茂さん、雅人さん、佐藤義弘さん、そして久松郁美さんです。皆さんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。関根さん、チャンピオンになって林1年ですね、はい、そうですね、 どんどん強くなってますよね。そうですね、ただ今日の相手はね、ずっと蹴ってくるんですよ。そうなんですよ、待て一茂さん、この朝日さ太陽も空手をベースにしている選手ですね。え、うん、朝日さ道場のみんな今対応しますよね。昔はね、空手からキックっていうとなかなか対応難しかったんだけど、はい、今もうそういうことも視野に入れて空手の稽古を最初からしてるようなイメージさえありますね、うん、赤のグローブ林健太、そして青のグローブ朝日さ太陽、前蹴り、そして左ストレート、朝日さ選手動きいいですね。そうですね、いや、これだけ動いてこう右に左にスイッチされるとやりにくいですよね。そうですよね、まあ、この4日前に試合が決まったばかりです、朝日さ太陽。それだけ日々の修練を積んでいる朝日さ。あの前蹴り、あの前蹴り嫌ですよ。かかと落とし、雅人さん、これ左見えないんじゃないの、左の前蹴り全部入ってますね。見えてないですね、見えてないよね、全然ね、あの視野でないですね。左の、はい、コンビネーションいい、右フック、ほらもう前蹴りが全部当たってる、こう真下から足が上がってくる感じなんて見えないんでしょう ね、 ノーモーションだからね。かなりこの多彩な足技を見せているのは朝日さ太陽、朝日さ空手、その真髄、この立ち上がりから見せているか。やっぱりちょっとあの K-1 とはこう空手出身なんで動きが違うんでやりにくいですよね。なるほど、ナイスパンチ、これ一つ技入ると全部他も入るでしょ。そうですね、こうやっぱ前蹴りからの、ね、次のコンビネーションが、ね、やりやすくなりますよね。さあ、じりじり距離を詰めていくのは林健太、チャンピオンです。やっぱこの試合はノンタイトルマッチ、はい、この1ラウンドはやっぱりこう林やっぱまだ反応できてないんですけど、こう2ラウンド3ラウンド時間が経つとこの攻撃に反応できるようになってくるんで、なるほどね、だからこの朝日さはこのラウンド一番チャンスですよね。そうですか、開始2分が経過しました。佐藤義弘さんはどのようにご覧になってますか。やっぱりあの朝日さんの蹴り技に林が面食らってる感じですよね。いや、あの前蹴りを顔に打たれるっていう精神的にも嫌なんですよね。相当当たってるもんね。でも朝日さ選手、前蹴りも当たるけどインローもちゃんと確実に当ててますよね。あ、なるほど、多彩に多彩に、今のインロー、今のこのインロー、あー、こういうところもしっかりと、あ、右のフック、あとはこうパンチと蹴りのコンビネーションがいいですよね。ここからのパンチ、蹴りだけで終わらないっていうところがですね。前蹴りからパンチ打つって結構珍しいんですよね。これはもう完全に空手ですよね。さらにそのパンチも混ぜてくる朝日太陽、青のグローブ。いや、関根さん、こういうところからでも林っていうのはどんどん逆転していきますよね。林はね、根性あるんですよ、打たれ強いですか。打たれ強いですよね。それとパンチにね、魂がこもっててね、これいい試合だね。でももう最初からずっと言ってんな、お互い止まりませんね。止まんないもん、どこも止めてないもん。ノンストップの3分間、まもなく終了となります。ここで第1ラウンド終了のゴングが鳴りました。一茂さん、どうですか今の K-1 は。いや、素晴らしいスタミナですね。でも本当序盤は朝日さんのペースでしたけど、はい、後半ラスト30秒くらいだいぶこう林盛り返してきました。あ、そう、慣れてきてる、だいぶ慣れてきましたね。なるほど、こう林が前に詰めて自分の距離にし始めましたね。これ2ラウンドまた流れ変わるかもしれないですね。
いやしかし久松さん、はい、朝日さんはこれ4日前に試合のオファーが来たわけですよね。本当ですね、すごいキレキレですし、はい、いかにいつも練習してるかっていうのが分かりますよね。普段からのこの練習の賜物、このチャンピオン林に対して見せています。それから佐藤義郎さん、この朝日さんは普段はこの一つ下のスーパーフェザーの階級ですね。そうですね、だから今回はあの間がなかったんで、あの上の階級でやってますけど、逆に生き生きとはしてますよね。チャンピオン相手にですよ、現状なしですからね。まあ、そっか。で体格差もそんなに感じないですね、今ね。むしろいつもよりもこの体つきをもつっとして、やっぱりいつもよりちょっと力強さを感じますよね。あ、しかしこれチャンピオン林健太の体すでに真っ赤に染まっています。おお、ちょっと効いたかな今の右。そうですね、ミソレット、ちょっとパンチの前になってきたかな、これ蹴りを待ちながら、いやパンチが捉えてくる、ミソレット、カミさん前に出る、前に出る、膝突き上げる朝日さん。パンチ前がいけ、右ボディも、さあ追いついけ、インド朝日さんです。気持ち入るよ。関根さん、リズム変わりましたね。そうですね、林がちょっと慣れてきましたね。パンチの前になってきたね。そうなんですよ、この距離になるとやっぱ、おお、立ったチャンピオンがダウン。よく立ったな、これオーバークロスですね。すげーな、これ朝日さん、ものにするか、このチャンスを、絶好のチャンス、チャンピオンの首をもぎ取るチャンス。林が追い詰められている。一気に決めきるのか。いや林選手強いな。もう一つよく立ってられるな、これ。右へ上がった、腰から崩れ落ちた。誰強いな。これ負けられないっていう意思がありますからね、林君には。あと1回のダウンで林は KO 負け、チャンピオンを打ち砕くか。4日前のオファー、朝日さんは4ものにするか。年間最大のビッグマッチ、チャンピオンの首をここで切り落とすのか。決めきれるか。ダメージは全然ありますよ。ハイキック、いのさらにいけるか、はい、もう一つ、バレバレ、わー、もう足に来てる感じ、追い打ちをかける、かまいたちが、それ意地だ、アイシーも負けられないっていう意地ですよ、これ。ハイキック、今立ち続ける、頭を下げて、抱きかけてかわす、朝日さん。決めきるか。もう一回、でかいパンチをしっかり。いや、関根さん、これ終わりませんね。すごい戦いだな、これ。いや、久松さん、どう見てます？いや、もうめちゃくちゃ、もう今の時点でベストマウトです。すごい戦い。うわ、右それと。すごい。林がちょっと生き返ってきました、ちょっとね。朝日さん、ダメージ。朝日さん選手、なんか効いてるんだね。パンチ効いてますよ、足フラフラしてます、朝日さん。おお、こういうところから何度も逆転をしてきた林健太。第2ラウンド終了。すげえ、一茂さんから拍手。いや、びっくり。林選手のね、タフさにもびっくりだし、朝日選手、正人さん、何か聞いてるんだよね。いや、もうパンチ聞いてますね。あと林はもうこれあれですよ、家族背負って家のローンがあるってこの意地ですよ。だから立ってるんですよ、これ。本当だね、パパの意地だね。そうですよ、間違いなく。口からの出血はひょっとしたら歯が折れてるかもしれないですよ、あれ。ああ、そうですか。すごい血の出方。あの倒れ方からの普通一発で終わりですよね、あれは。終わってるけど、よくあれから立ったね。まともに入ってるよ。まともに入ってますね。チャンピオンがここで負けるわけにはいかない。すごいな。ただ朝日選手、ちょっと1ラウンド目の動きもないからね。そうね、回り込むっていうのがもうできなくなっちゃってるから、林選手次チャンス来るかもわかんないな。そうですね、林選手はパンチが強いですよ。すごい勢いのパンチを持っての、逆転劇を演じてきたのは赤のグローブチャンピオン林健太、このライト級のチャンピオンです。
第2ラウンドに2度のダウンを喫しました。いや林あの倒れ方したと思えないですね。そうですね、目はしっかりとしてる、うん、ダメージは絶対あるはずなんですけどね、そんな中でも朝日さんの攻撃どうでしょうね。マサトさん、朝日さんはやっぱりこう距離潰されちゃってるんで、うん、こうパンチの技術だとやっぱりちょっと林が上かなっていう感じするんですよ ね、はい、この距離だとやっぱりこう前蹴りとか使えないですよね。殺してますよね林が。さあ一方戦に出るチャンピオンのコンビネーション、左のショートフック、いや久松さん止まりません、このファイナルラウンドも。どっちもフラフラになりながら、絶対負けられないって意地ですよこれ。意地と意地のぶつかり合い、さらに足元を崩しに行く。浅井さんしっかりね、こんなきつくてもセコンドということちゃんと聞いてますね。そうですね、いやでもこれだけの前に出てくる倒れないっていう執念の人間にローキックでは倒れないですよ林は絶対。そうなんです、ね、左行く、残り1分半この第3ラウンド、ああ入った入った、朝日さんもタフだなですね関根さん。でもちょっと前潰されちゃったかな朝日さんね。そうですね、あさんちょっと蹴りが打てないですね。もう前蹴り打てる距離じゃないもんね、ずっと2ラウンド目ぐらいから。ちょっとスタミナとあと気持ち的に朝日さん弱気になってますよね。こうなんで効いてないんだ、やっぱりあれでなんで立ち上がってくるんだって思いあるんでしょ。なるほど、頭を動かしながら林選手も目が死んでないもんね全然。これがチャンピオンの意地です。しかし朝日さんの方もこのまま勝利を収めたい、なんとかダウンを取り返さないと林としても勝利が遠ざかります。朝日選手よく顔を動かしてるんですよね。そうですね、絞らせないように、はい、右ストレート、ゴツゴツとぶつけていく、残り15秒、このダウンではないスリップです。さあこのまま林に逆転の目はあるか、右のミドル、ここで3分3分、終了。素晴らしい試合だね。2008年の K1 トーナメント思い出さない、佐藤義弘対マサト、あの試合ですか。あの試合思い出すよ押された後でも。いや僕言おうかなと思ったけどやめといたんですよ。絶対負けられないっていうあの気持ち。そうですね、もう二人にしかわからないその世界。いやしかしマサトさん、ダウンを2つ取ったのは朝日さんの方です。そうですね、まあ、見事に取ったけどやっぱ林もこうチャンピオンの意地とプライドとあと守るものがあるっていう、はい、絶対に倒されないっていう気持ち見せましたよね。でも朝日さん強くなってますよね、パワーアップしてますね。そうですね、このライト級でも一つ上の階級でもチャンピオンに対してこの試合、さあ判定を聞きましょう。お待たせいたしました。判定結果をお知らせいたします。ジャッジ水谷、30対26。青朝日さん、4ポイント差。ジャッジ山根、29対26。青朝日さん、勝ったのは朝日さん対応。なんとライト系のチャンピオンを判定3対0。オファーからわずかこの4日後に下しました。このチャンピオンクロアスですね、林健太1年半ぶりの黒星。いや準備期間4日ですよね、はい、これでチャンピオン勝ちましたからね、すごいことですね。すごいな、もう何でも挑戦してみるもんですね。そうですね、やってみないとね、わかんないですね。いやー一茂さん、改めて今の K-1 どうですか。すごい試合が生まれてしまいました、いきなり。いややっぱりその1ラウンド目見てね、
なんか予想とか想定とかするんだろうけど、はい、やっぱり今の件はちょっと違うんだなっていうのはよく分かりましたね。そうですね、うん、2ラウンド目3ラウンド目でやっぱり予想外の展開にすぐなっちゃうっていうところが、はい、うん、びっくり。いや、久松さん、はい、林もでもここで終われないですよね。終われなかったですね。やっぱ家族とローンはすごいやっぱ大切なんだなと思いましたけど、でも7月九州の大会あるじゃないですか、はい、朝日田選手楽しみですね。ぜひ出場していただきたいです。関根さん、福岡での K1 の大会が7月に、地元ですね、朝日田。これは朝日田選手出てる人も欲しいですよね。もうこれは十分な実績をここで残しました。花道を下がっていきます。なんと4日で1つ上の階級のチャンピオンを下しました朝日田太陽。